ゲストコーナーです。はい、本日は明治神宮武道場司令官専任師範、そして元陸上自衛隊特殊作戦軍初代軍長でいらっしゃいます荒谷隆さんと、元二等海佐の伊藤祐康さんにお越しいただきました。荒谷さん、伊藤さん、お忙しい中ようこそお越しくださいました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お二人とも先月お一人ずつご出演くださいまして、まあ、お二人揃っては昨年の12月以来になります。その時戦闘車の本質ということでお話を伺ったんですが、大変興味深かったというか示唆に富んだお話でしたので、第2弾ということで今日は特に指揮官について的を絞って戦闘車の本質のお話を伺っていきたいと思います。まあ、前回は伊藤さんがいきなりモグラとアライグマの話を出されて何のこっちゃと思ったんですが最初まんまと引っかかりまして、本当にそうか、天敵だったのかなんて思っちゃったんですけどもね、あれは例え話だったんですねまあそれはさておき、今日はまあ特に指揮官のことについてということで、指揮って何っていうことあたりからお話を伺おうかと思うんですが、荒谷さんいかがですか？これ、まあ、前回ちょっと言いそびれたんだけども、戦闘するっていうか戦うっていう時は何かをこう守るっていう面と何かを捨てるっていう面、ね、要するに戦う以上、はい、全部無傷で戦おうっていうことはないわけですよ。もし本当にね、全部守りたい人は戦わないんですよね。自分のその財産なり、はい、ね、今の地位とか、ね、そういうものを守りたいと、はい、何一つ傷つけたくない人は戦わないんですよね。はい、で戦うっていう人はやっぱりね、ある意味もう捨てるべきところをね、覚悟して戦うんですよ、ね。だからそこを踏まえてね、で指揮をするっていうことは何々を守るんだぞ、ね、何々を守るんだぞっていうことを、まあ、指示するっていう面と同時にあるものを捨てるぞと、はい、うん、この両面がね、必ずあるっていうこと、ここを踏まえなきゃいけないんですよね。なるほど、うん、そういう霊言な事実があるわけですね。うん、でまあ、さらにね、それもっと具体的に言いますと、うん、やはり会社とか役所のやる業務指示っていう、はい、うん、ことですね。その捨てるものの中にいくらなんでもね、君の命を捨ててまでこの仕事をやりなさいっていうことを言う人はいないし、そんなこと言われてもね、はい、冗談じゃないって、それでいいわけですよね。うんうん、ところが軍隊の場合は、ね、そこを踏まえて指示をするっていう、それが指揮っていうんですよね。うん、だから最初から予定して死ねということは、うん、まあないにしてもね、でも、うん、これによってその命令を受けた人間が死ぬ可能性は、ね、うん、否定できないという、はい、ことを踏まえて命令する側は与えるし、うん、受ける側も受けるわけですよ。うん、まあ、そこはやる相当一般的なその業務指示と軍の指揮っていうのの本質的な違いだと思いますよ。うん、そうですね、うん、決定的な違いですね。はい、あ、なるほど。伊藤さんいかがですか、まず指揮っていうものに関して。まあ、その通りだと思います。うん、でだから、まあ、軍隊って言いますかね、自衛隊も、まあ、警察も似たようなものもあるでしょうけども、はい、命令のこうラインであったりですね、から服従というものが非常に明確にしやすいようになっていると、うん、で命令に対しては非常に厳しい規則の縛りがあるというイメージをお持ちの方は多分ほとんどだと思うんですね。しかし実際にはそんなものは何の役にも立たないというのが現状の話ですね。というと、と言いますのは、まあ、規則を従わせるときに、まあ、命令ですね、命令というか指示に従わせるときに規則があるからと言い出したら、これはもう脅しなんですね。従わなかったらというのがあるわけですね。はい、従わなかったら手錠をかけるぞとか、はい、従わなかったら鉄パイプで殴るぞとか、牢屋入れちゃうぞとか、まあ、それの一番端っこが死刑にするぞ、もう殺すぞという話ですよね。国としてお前を殺すぞ、殺害するぞお前はというのがあるんだろうと思うんです。はい、しかし我々の場合は
それの命令を受けてるわけですから、うん、お前行ってきなさいと、帰ってこれないよお前と、行ってこいっていうわけですから、脅しによる捜査というのは従わせるということはこう無理なんですよね。あ、なるほどね。ですから一見命令とか服従とかこう、はい、ね、さあやっさーとかですよ、うん、ね、映画だったらそういうふうに言ってますけども、うん、実際にはそんなものが全てなくなった、全部が吹っ飛んだような状態なわけですよね。いうこと、私の例えば、まあ、荒谷さんがおっしゃることを言うこと聞くか聞かないかというのは私の好みなんですね好みですか好みでじゃないんですけどねいわゆる服従なんていうものはどっちみち帰ってこないんだから、うん、何のために行くのかっていう、はい、脅し渋滞法第何条とか、うん、そんなものが一切ない世界があると、うん、非常に意外な印象を持たれるんじゃないかなと思いますけどね。どうですか白川さん。そうですね、ただそのどこかで、そういうその規則とかがなくても、うん、こう向かっていく精神というか、まあ、培われていくんだろうと思うんですけれども、うん、そのどうやってその皆さん培っていくのかなっていうのはちょっと思いましたね。なんかあれわかりますあの、はい、そうですね、その、まあ、すごく規則があって、うん、規則によって縛られてるから、まあ、あの活動できるんだっていうような、うん、まあ、一般的な見方、うん、でただ実際はその規則なんてっていうようなことであると、うん、まあ、やっぱそこに、ね、あるものっていうのは規則による脅しがなくても、まあ、ね、行こうと思う何かが必要なんですね。でそれってどうやって醸成されていくのかなっていうのはちょっと気になりました、はい、いかがでしょうか